から向いていいのか。いや、そんなことより歩いたら割れちゃったから必要たまってないの。俺はね、その本当という機会でもいいか。俺はこうやってね、唇にはめて何でもいいから見たら見えるんだ。例えば、のび太の鼻に花が咲く。やっぱり言わなきゃなんないし、でも言うのは嫌だし、心を鬼にして言おうと。のび太！あら、どら焼きだ。僕はどうしても未来の国へ帰らなくちゃならなくなりました。みんな仲良く元気でいてください。これで終わり。いつかまた来る。でものび太、僕がいなくなっても立派な人間になってね。未来の国で君のこといつまでも応援してっからね。じゃ、ドラえもん。空飛ぶ理由だとただの空き箱。なんじゃ。おじいさん、この荷札に宛先を書いてください。あ、でこっちの空き箱にカードと使い方のメモを一緒に入れて。すまないけど、ついでに梅干しも入れていいかしら。どうぞどうぞ。バカったれ、あいつは梅干しよりたくあんの方が好きじゃったんだ。いいえ、梅干しですよ。たくあんじゃ。梅干しです。あのまだ余裕がありますから、両方入れられますよ。足跡がたくさん。みんなご苦労様。どうやらここで足跡は途切れているらしい。どこへ行っちゃったのかしら。まさか海に落ちたとか。そんなはずないよ。きっとこの辺りにいるんだよ。よし、じゃあ手分けして探そうぜ。いや、別れるのは危険だ。なに、ドラちゃん不安なの。俺たちにはゴールドトップがいるんだぜ。わかった、くれぐれも気をつけて。効果が切れるといけないから、これをバンダナでお互いの位置を確認し合おう。了解。